こんにちは、もしおです。今回はレトロゲームの最新ニュースをいくつかまとめた動画、レトロゲームニュースクリップ2023年9月版をお送りします。1本の動画にするにはやや小粒なレトロゲームのネタをまとめて一気に紹介してしまおうという趣旨の動画ですね。今月は東京ゲームショー2023が開催されることもあり、いろいろなレトロゲームのニュースがありましたが、その中から個人的に気になったものをいくつかピックアップしました。シューティングゲームに関する話題が多めかもしれません。今回もなかなか興味深いレトロゲームのニュースが揃っていますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは一つ目のトピックから。最初はエクセリオンの話題から。先日シティコネクションよりエクセリオンの新作ファイナルエクセリオンの発売が発表されました。ファイナルエクセリオンは任天堂スイッチ用のダウンロード版ソフトで、2023年9月21日の発売、価格は1980円とのこと。すでに任天堂 e ショップでの予約も始まっており、9月30日まではセール価格の1782円で購入することが可能です。現時点では任天堂スイッチのみの発売ですが、将来的にはスチーム版の発売も予定されているそうです。ファイナルエクセリオンはジャレコ作品をリメイクするファイナルシリーズの第1弾で、シティコネクションとハッピーミールの共同企画とのこと。ジャレコにはいろいろと面白いゲームがありますので、それらが今後リメイクされて発売されるのであればとても楽しみですね。ただファイナルを銘打つのはやや安直な気もしますが、それだけ内容に自信があるということでしょうか。ゲームの方はパッと見の雰囲気はエクセリオンを踏襲しており、独特の浮遊感覚も再現されているようですが、ストーリー設定やゲームの展開は独自のもののようです。特にストーリーに関しては SF マルチバース3部作の第1弾とのことですので、今後発売されるファイナルシリーズと何かしら関係があるのかもしれませんね。ちなみにエクセリオンに関しては当チャンネルでも過去に動画で特集しており、アーケード版のエクセリオン MSX で発売された続編エクセリオン2ゾルに、アーケード版の続編であるエクセライザーの3本を紹介しています。 MSX のエクセリオン2はアーケード版を踏襲した MSX 版エクセリオンとも言える内容でしたが、アーケード版の続編であるエクセライザーはエクセリオンとは雰囲気が大きく異なっており、評価が割れた作品でもありました。概要欄に動画へのリンクがありますので、よろしければご参照ください。なおファイナルエクセリオンにつきましては、今月開催される東京ゲームショー2023にプレイアブル出展されるとのことです。次はコントラの新作です。コナミデジタルエンタテインメントからコントラシリーズの最新作コントラオペレーションガルガの発売の発表がありました。2024年初頭の発売予定で価格は未定。対応機種は任天堂スイッチ、PS4、PS5、Xbox、Steam となっています。今のところパッケージ版発売の有無などは発表されていないようです。新作コントラオペレーションガルガは80年代にアーケード家庭用ゲーム機向けに登場した初代コントラの世界観はそのままに、新たなステージや敵ゲームシステムなどさまざまな新要素を追加したリメイク作品になっているとのこと。スプレッドガン、レーザー、ホーミングミサイルといったコントラならではの武器はもちろん、新しい武器も多数登場するそうです。プレイアブルキャラクターも従来作品のビル、ランスに加えて本作からのオリジナルキャラクターも多数登場。アーケードモードでは最大4人での協力プレイもできるとのこと。すでに公開されているプロモーション映像を見る限り、初代コントラの正当進化版といった雰囲気でとても期待できそうです。ウェイフォワードテクノロジーズのロゴがありますので、開発は同社が行っているのかもしれませんね。直近ではダブルドラゴンネオン、シャンティシリーズ、熱血紅白クニオくん、ガイデン、リバーシティガールズなどを開発した北米のディベロッパーです。アクションゲームの開発がメインのディベロッパーということで、面白い作品に仕上がるのではないでしょうか。来年の発売が楽しみですね。次は東亜プランのゲームの話題です。9月に入って東亜プラン IP の版権を持つ
株式会社達人に関する4つのニュースがありましたので、順番に見ていきたいと思います。1つ目はスノーブラザーズの新作です。スノーブラザーズの新作スノーブラザーズワンダーランドの発売が発表されました。2024年の発売で価格は未定。予定されている対応機種は任天堂スイッチ、PS4、PS5 の3機種となっています。オリジナルのスノーブラザーズは90年に東亜プランがアーケードでリリースしたアクションゲーム。台東のバブルボブル、どんどこどんなどに似た雰囲気の固定画面のアクションで、東亜プランらしからぬ可愛らしいキャラクターが印象的なゲームでした。今回発表されたスノーブラザーズワンダーランドは完全な新作ゲームとなり、世界観は踏襲しつつも最新技術により美麗なグラフィックとなり、ゲームフィールドも奥行きのある 3D へと進化、ゲーム性が大きく広がったとのことです。それでいながら基本的な遊び方がオリジナルと変わらないことを重視し、昔からのファンにはオリジナルから継承された操作感、生まれ変わった懐かしのキャラクター、アクションが存分に楽しめるとしています。スノーブラザーズは長いこと移植機会に恵まれず、2019年のメガドライブミニで久しぶりに遊べるようになった後、2022年にはリメイク版のスノーブラザーズスペシャルが発売されたりと、何かと注目を集めるようになりました。発売は2024年とのことですが、完全新作となる本作スノーブラザーズワンダーランドも楽しみですね。2つ目は達人の新作です。達人の新作達人エクストリームの発売が発表されました。こちらも2024年の発売で価格は未定。予定されている機種は現時点では PS5 となっています。こちらは対応機種に PS4、 任天堂スイッチがありませんでした。グラフィック的にかなり凝った作品になるのでしょうか。オリジナルの達人は88年に東亜プランがアーケードでリリースしたシューティングゲームで、株式会社達人の社名を冠した作品であるだけでなく、同社の代表取締役である湯気正弘氏が開発に携わった代表作品でもあるため、相当力の入った作品になりそうですね。プロモーション映像を見た限りでは、縦スクロールのシューティングではありますが、ワイド画面を目いっぱい使用した横画面のゲームになっているようです。対応機種が PS5 のみというのがやや気になりますが、こちらも楽しみですね。3つ目は、東亜プランのアーケードゲーム集です。複数の東亜プランのアーケードゲームが遊べるアミューズメントアーケード東亜プランというアプリのリリースが発表されました。スマホ用のアプリで Android と iOS の両方に対応。2023年秋のリリースとのことなので、近日中にリリースされそうですね。アプリは東亜プランのゲーム全25タイトルから好きなゲームを購入して、自分のスマホの中に東亜プラン専用のゲームセンターを作ることができるというもの。基本アプリを入手した後で個別にゲームを購入する形式ですね。購入したゲームは買い切り形式で広告が入ることはありません。リージョン設定を切り替えることで日本版と海外版の両方を楽しむことができるとのこと。またアーケードコントローラーにも対応するそうなので、環境を整えればスマホを東亜プランのレトロゲームマシンとして活用することができそうです。各ゲームの価格はまだ発表されていませんが、アプリをインストールすると無料で達人がついてきて遊べるとのこと。またタイガーヘリ、飛翔ザメ、ワードナの森、洗脳ゲームテキパキ、スノーブラザーズの5本も制限付きの体験版ではありますが、遊べるようになっているそうです。25本の正式なタイトルはニュースでは触れられていませんが、公開されているフライヤーには次の画面が掲載されていました。タイガーヘリ、ゲットスター、スラップファイト、飛翔ザメ、ワードナの森、究極タイガー、ダッシュ野郎、達人、ヘルファイア、大旋風、ホラーストーリー、ゼロウィング、サメサメサメ、スノーブラザーズ、アウトゾーン、リマナ、洗脳ゲームテキパキ、ゴークス、達人王、フィグゼイト、ドギューン、V5、ナックルバッシュ、抜群、スノーブラザーズ2。以上の25本です。公式サイトを見る限り、株式会社達人が保有する東亜プランの IP は全部で30本程度あるようですが、その中から脱衣物などの特殊なものを除くとほぼこの25本になりますので、出し惜しみなく
本気で取り組んでいることが伝わってきます。贅沢を言えば現行のゲーム機かスチームで出してほしいところですが、アーケードコントローラーにも対応するとのことなので、まずは価格の発表を楽しみに待ちたいと思います。4つ目はスチーム版のソフトです。ビットウェーブゲームスからスチームの東亜プランアーケードシューテムアップの第2弾として、フライングシャーク、ファイヤーシャーク、スラップファイト、ヘルファイアーの4タイトルが発売されました。価格は920円。第1弾の発売は今年の2月で、ゼロウィング、アウトゾーン、ツインコブラ、トラクストンの4本でした。このタイトルで発表になっていますので、一応公式には海外版ということになるのかもしれませんが、ツインコブラに関してはゲーム内のオプション設定で究極タイガーに切り替えられるという話もありましたので、他のタイトルも期待できるかもしれませんね。第1弾はサマーセールで割引価格になっていましたので、急がない方はセールを待ってみるのも良いかもしれません。ここのところ何かと話題になっている株式会社達人ですが、会社自体は2022年にスウェーデンのエンブレーサーグループの傘下になっているんですよね。そしてスチームで東亜プランのゲームを展開しているビットウェーブゲームスもエンブレーサーグループ傘下の会社です。同じグループ傘下ということで、今後も東亜プランのゲームがスチームで発売されるという流れが続いていきそうですね。今のところ価格も920円と比較的手頃なので、今後が楽しみです。次はメガドライブの新作です。以前から年内発売という話は出ていましたが、メガドライブ版の炎流聖剣シャオメイの発売が正式に発表されました。コロンバスサークルからの発売で、価格は7480円。発売日はニュースメディアでは12月中旬となっていましたが、すでに予約が始まっているアマゾンでは12月14日発売予定となっていました。炎流聖剣シャオメイは株式会社ピクセル開発のカンフーゲームですね。オリジナルは2019年にリリースされた PC 版で、音楽に元ナムコのレジェンドコンポーザー中形則夫氏を迎え、16ビットゲーム機をオマージュして制作したという懐かしい雰囲気が漂うアクションゲームでした。2022年には任天堂スイッチ版も発売。任天堂スイッチ版はダウンロード版が1700円、同社のシューティングゲームであるホーギーヒューウィズフレンズも収録されたパッケージ版が4180円となっています。ゲームをプレイするだけであればこれらの方が圧倒的に安いわけですが、やはりメガドライブ実機で動くカートリッジというのは魅力がありますよね。もともと PC や任天堂スイッチのソフトとして開発されたゲームをどのようにメガドライブに落とし込んだのか、そのあたりも気になるところです。映像はピクセル公式チャンネルで見ることができますので、メガドライブ版というところに惹かれた方はぜひチェックしてみてください。次はデートナ USA2 が移植されるというニュースです。と言っても単品での移植ではなく、この秋に発売される竜が如くセブンガイデン名を消した男の中のミニゲームとして収録されるとのこと。これまでの竜が如くシリーズでもセガの様々な有名作品がゲーム内のミニゲームとして遊べるようになっていましたが、新作の竜が如くセブンガイデンでは街にあるゲームセンターでデートナ USA2 が遊べるとのことです。正確にはアーケード版のデートナ USA2 をリメイクしたセガレーシングクラシック2という作品。デートナという名称は半券が絡むので、おそらくこのような名称になったものと思われます。デートナ USA に関しては1作目こそセガサターンや PC、PS3、Xbox 360などに移植されましたが、デートナ USA2、セガレーシングクラシック、デートナチャンピオンシップ USA といったアーケード作品は家庭用に移植されることはありませんでした。それが今回名称こそ異なるものの移植が実現したということですね。デートナ USA2 の移植をずっと待っていた方には嬉しいニュースかもしれませんが、その方が竜が如くに興味があるのか、デートナ USA2 のために竜が如くを購入してプレイするのかという疑問は残りますよね。もちろん竜が如くシリーズが好きな方にとっては竜が如くセブンガイデンを購入するだけでセガレーシングクラシック2がおまけで遊べるという非常に美味しいおまけだと思います。ただ個人的には竜が如くシリーズはいずれという感じでそこまで関心がなく、
対応ハードも PC くらいしか持っていないので、少し複雑な思いだったりします。セガレーシングクラシック2と同様に、ゲーム内ゲームとして、ファイティングバイパーズ2も収録されるとのこと。ファイティングバイパーズ2に関しては、ドリームキャスト版があるので、そこまででもなかったりしますが、セガレーシングクラシック2は、おまけでしか遊べないというのは、なんとももったいない話ですよね。ぜひ単品での発売も検討してほしいと思いました。次はレインボーコットンです。ドイツのイーンゲームスからレインボーコットンのリマスター版が発売されることが発表されました。2024年春の発売で価格は未定。対応機種は任天堂スイッチ、 PS4、 PS5、 Xbox、 Steam で、任天堂スイッチと PS5 向けにはパッケージ版も用意するとのこと。オリジナルのレインボーコットンは2000年にドリームキャスト用のソフトとして発売された 3D シューティングゲームですね。当初はメガドライブで発売された疑似 3D シューティングパノラマコットンの続編としてパノラマコットン2の歌唱がついていたそうです。ドリームキャスト版は画面比率が4対3でしたが、今回発表された映像ではワイド画面化されており、解像度も高解像度化されていますので、単純な復刻ではなく現在のゲーム環境に合わせて作り直されたリマスター版ということになるようです。個人的には可愛らしい系のゲームにはあまり手をつけてきませんでしたが、これはぜひ遊んでみたいと思いました。ドリームキャスト版のレインボーコットンは個人売買でも3万円前後で取引されていますので、遊んでみたかった方には嬉しいニュースかもしれませんね。ちなみにストリクトリーリミテッドの販売も決まったようで、標準パッケージは 34.99 ユーロとなっています。国内版の価格もこれに準じたものになるかもしれませんね。国内版のパッケージ版はスイッチと PS5 のみとのことなので、 PS4 のパッケージ版が欲しい方はストリクトリーリミテッドを覗いてみると良いかもしれません。最後はシティコネクションです。ハビットソフトより9月27日にメガドライブ版シティコネクションであるシティコネクション MD が発売されます。価格は8800円。もちろん株式会社シティコネクションからライセンスを受けて制作された正規品です。すでにイベントでの先行販売があったようですが、正式な発売日は2023年9月27日ファミコン版シティコネクションの発売日に合わせての発売ということのようですね。ゲームの方はアーケード版のグラフィック、サウンド、ステージ数などを可能な限り移植し、ファミコン版の操作性を取り入れて遊びやすさを重視、さらにメガドライブ版ならではのオプションも充実させ、レトロフリークにも対応しているとのこと。すでに公式サイトでの通販予約が始まっていて、価格はシティコネクション MD の価格が8800円、送料が600円となっています。公式サイト以外ではイベント会場で販売されるようですが、それ以外での販売予定があるのか分かりませんので、興味がある方は公式サイトをチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。個人的には東亜プラン関連、特にスマホアプリのアミューズメントアーケード東亜プランに注目しています。スマホアプリではありますが、東亜プランのアーケードゲームが25本用意されていて、アーケードコントローラーにも対応というのは楽しみですよね。本来であれば普通に現行機種のゲーム機や Steam で出してほしいところですが、それらではすでに他の会社から東亜プランのゲームがいくつか販売されていて、今後も予定されていることから競合してしまうことを避けたのかもしれません。アプリの方はこの秋リリースとのことなので、近いうちに価格などもわかるのではないでしょうか。あとはジャレコの作品をリメイクしていくというファイナルシリーズですね。第1弾となるエクセリオンファイナルは明日21日発売ということで注目しています。当チャンネルでもエクセリオン、エクセリオン2、エクセライザーとプレイしましたので、ファイナルエクセリオンもぜひ遊んでみたいですね。コントラオペレーションガルガ、炎流聖剣照明、セガレーシングクラシック2、レインボーコットンなども気になりますね。これから年明けまで何かと楽しめそうです。皆さんはどのニュース、ゲームが気になりましたでしょうか。希望や感想など何でも構いません。
気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。